ウミウシ探検隊。今からジャングル探検に出発します。以前大きな海藻との戦いは大変だなというジャングル動画がありましたが、今回は近頃一気に増えました言わずたるいジャングルです。気になりますよね。こういうところによく生息しているのが渚のツユ、クリソデミドリガイ、ユリアガイ、ブドウギヌ系などなど、言わずだと言ってもいろいろありますが、有名なところでは沖縄の海ぶどうなんかも言わずたるいですが、ここら四国じゃそんなプリプリしたものはないです。カシニシでよく見られるのは主に4種ほどあり、ヘライワズタ、コケイワズタ、センダリズタ、サカツキズタです。特に今存在感が増し増しなのはヘライワズタです。これだけふさふさだと絶対何かいるでしょう。ワクワクしますね。イワズタジャングルをかき分けながら探してみましょう。いました。早速見つけたのは渚のツユ。葉っぱの裏に隠れてました。ちょっと触ったら奥深くに隠れちゃいました。あまり触ると尻尾を自切してしまうので諦めましょう。きっと他にもたくさんいるような気がします。可愛いですね。表に出てるのは見つけやすいですが、奥深くに潜んでいるのは全く見つかりません。しかし結構うろうろしているので、いないと思っても粘り強く見ていると見つかります。ここにもいました。元気に育ってね。イワズタのエキスをすすっているので、食べられたイワズタは透明になります。おっと、こちらも2個体います。いつまででも見てられますが、今日はここまで。それではまたお会いしましょう。